皆さんこんばんは、 HKT48 の下野由紀です。本日も私のラジオ番組ナイトトーキングルーティンが始まりました。今日は9月24日ということで、20日にね、あの T2 の恋愛禁止条例に出させてもらいましたよ。どんな感じだったんだろう、私まだわかんないけどね。その収録の段階で分かってないですけど、 T2 の公演に先輩メンバーが出るっていうのは初めてらしいですね。そうなんです。なんかマリアが、私が恋愛禁止条例好きでずっと出たいって言って、あのマルキューが好きなんですよ。若田部とカラオケ行くと、あの結構そのかなりマニアックゾーンの公演曲歌うことが多くて、目撃者公演の前人未到とか、あと涙の商談とか、マルキューも絶対歌ってたんですよ。二人で気づいたらマルキューやってたんですよ。だからどうしても出たいって思ってて、ただマリアが生誕、マリアも生誕祭出てほしいですって言ってくれてて、したらね、出ることになって、果たして私はちゃんとできたのでしょうか。心配です。今収録段階ではね、半分覚えてないぐらい。1週間聞いてます。はい、まあ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 、3日でいけます。3日で本当良くないですよ。テスト前みたいな感じですからね、シンポジオ覚えるときってどれだけ徹夜で詰め込むかっていう。だから一回初日出たらもうマジで忘れるんですよね。頑張ってここの脳内にちょっと詰め込んで、なんとか覚えてるものが、初日っていうかその1回目出て、その覚えた順に抜けてくんです。その1曲から、1曲目からその1曲目やったら抜けてくみたいな感じになるからね、本当にね、ちゃんとできてるかなって心配です。今はできてることを願います。この放送の時にはね、下野さんちゃんとできてたよって言われてたら嬉しいなと思うんですけど、下野坂口が出ますね。笑わないでくださいよ。俺はちょっと笑っちゃうなって言わないでくださいよ。でもその久保島さんが、あの T2 た、ま、担当久保島が、あの多分出るときはあの下野坂口セットらしいです。今ちょうど日向のところとミュンのところが空いてるから、まあ、ちょうど2人ずつ空くんですけど、下野坂口セット説ありますからね。だからね、貫禄が、まあ、T2 に貫禄が生まれるかもしれない。いやー、チーム H にはねちょくちょく行くんですけど、 T2 ついに T2 行くんかっていう。なんか下野あんま K4 感なくないですか？いや、そんなことない。あ、よかった。なんかこの間久しぶりにまいちゃんとねねちゃんが揃った時に、あ、 K4 だってめっちゃ思ったんですよね。っていうか、舞ちゃんって K4 感強くないですか？わかんないけど、葵と舞ちゃんが K4 って感じするんですよね、私の中で。シモの思います？シモのいろんなチーム行きすぎてそんなないかなって思ってたけど、あるんですかね。K4 の子たちよう喋ります？本当ですか？それはおしゃべりが多いってこと？他の人と K4 の喋りは違うの？わかんない。わかんないな、そんなのあるのかな。愛知は K4 って感じ？あ、研究生の時から愛知 K4 感あるなって感じなんですか？りのちゃんは H だな。なんかとりあえず変わり者は H に行くみたいな。チーム H のやっぱ、まあ、B 型イコール変わり者っていうわけではないですけど、チーム H の B 型率高いですからね、めちゃめちゃ。だから私、なっちゃん本当にすげえって思った。本当に、あ、この変わり者たちを、癖強軍団は、ね、なんか、
まとめたなっちゃんってすごいわっていうのありまして、 K4 はまあマイペースですからね、本当に人に興味ない。楽屋超静か。まあちょっと5期生が増えてまた変わってはきましたけど、なんか咀嚼音響くんじゃないかぐらいな。弁当食えないんじゃないみたいな。咀嚼音がね響くぐらいの、本当あのだから1期生多かった時の K4 は本当に咀嚼音響いてました。あのみんなおのおの動画見ながらメイクして、本当自分の時間大事にする人が多すぎて、なんか本当にシーンって感じだったんですよね。そんな中で来る後輩も嫌ですよね。なんかね本当に K4 はもうマイペースの塊だし、準備も遅い子は多いですね。葵とかめっちゃ遅いし、マイペース、まどかとかも遅かったから、本当にマイペースな子が多いかな、K4 は。マジでそうですよね。そっか、黒木さん K4 担当でしたもんね、昔ね。でも、別にそんな静かだなって。静かだなって思ってない。喋り出したら喋るんですよね。あの、K4 の傾向としては、そのリハ終わってメイク始めはもうみんなおのおののことしてて、そのエンジンに帳尻合わせていくんですよ。エンジン近くなってきたらだんだんうるさくなってて、エンジンの時にみんなもう仕上がってるみたいな。だいたいいつも楽屋にみんなに用を持っていく時ってそのぐらいの時間だから、うん、ああそっか、エンジン間近に楽屋に行くことが多かったですからね。確かに、そう、村重とペース配分めっちゃすごいですからね。あれエンジンだったらめっちゃ元気やんみたいな。エンジン間近でだんだんこうグラデーションでなんか元気になってくって、で本番終わったらプンって切れる。すごいですからね、プロですからね、あの人はね。なとはいえでも K4 仲いいと思いません？なんかどの時代も K4 界っていう言葉がなんか結構なんか浸透というかよく言ってる気がするから、定期的にね警報会してるんで集まりたがりは多いんですよね。パーティー寂しがりや。パーティーしたがりっていうか、一期生がパーティーしたがりなんです。それでね、まあ、必然的に一期生が多かった警報はパーティーしたがりが多いし、やっぱさくらがすごかったですからね。さくらがね一番忙しいのに一番仕切ってくれて、一期生会もさくらが仕切ってくれてましたよね、ずっとね。いや君一番忙しいやんけっていう。一番みんなのスケジュール合わせてくれて、聞いてくれてね、さくらが、みんな空いてますかこの時みたいな、でお店もこういうのにしようよとか、あいつはすげえですよ。いやーすごいね、警報会も確かに桜が仕切ってくれてたな。そうなんですよ。でも今度するんです、警報会を。誰が仕切るんですか？葵です。下野しろよ。下野はあの下野家という場所を提供するだけの時が多いです。下野家なら使っていいよって。母の料理がついてくるよって。葵が、え、でも今回でも下のスケジュール聞きましたよね。うん、そうですね。はい。黒木さんに警報会したいんですけど、空いてますか？で、で、私は葵に警報会してもいい？この時。葵は空いてる？空いてる？よし、じゃあ流しますって。だから今回下のだわ。ついに。来るかな。マイペース多いからな。来るかしら。でもいぶきとかが結構ノリノリでしたよ。したいです、子供だから。なんかね、あ、そう、いぶきくるたんが入った段階ではしたんですよ一回。でもその愛知とかね、その残りの5期生たち、よりちゃんとかひじりとか入ってきた時のからしてないので、だからしようってなったんですね。え、キャフォーク誰かメロン二玉持ってくる人はいるのでしょうか。伝説のマイコミーヤが。サンタさんかなっていう感じで担いできましたからね。メロン持ってきたって。そんなメンバーはいるのでしょうか。マイコミ呼んだら持ってきてくれるかな。
出前込みはもう車運転できますからね、車で持ってきてくれるかもしれない。楽しかった。あの時すごいな、愛ちゃんが下野家来たってすごくないですか。そうですよ、あの時の警報会も下野家だったから豪華なねメンバーで、あれ太田愛香さんが下野家にいるってなりましたからね。いや今回楽しみです。それではタイトルコールに行ってみましょう。島野由紀のナイトトーキングルーティーン。改めまして皆さんこんばんは、 HKT48 の島野由紀です。本日も私のラジオ番組ナイトトーキングルーティーンが始まりました。今日オープニング喋れないかもしれないですって言ってましたよね私しっかり喋ってる話すネタないですってリハ続きでね、なかなか外行ったりしてないし、だからいやちょっと話すことないかもしれないですって言ったらしっかり話してましたねいや楽しみなんですよね、兵法会が普通にできるかしらっていう感じですけど、まだあ割とみんな来るかもっていうマイペース集団が何話すの。確かにてか今まで何話したっけなんか記憶にないんですね。でもね、なんかどう映画見たりしてますよ映画を一応流して、なんかまあ普通に喋りもするし、映画たまに見てなんかこれこうじゃねみたいななったりする、なんかうんそんな感じですね。あーでもゲームとかするかな、今回しようかな、トランプとかねでできたらはしようかな。葵さんがねトランプゲーム詳しいんですよ、いろいろいろんな種類知ってて、だから葵さんに教えてもらってみんなでカードゲームとかしようかな。そこまでね葵に全任せで場所だけ提供するんで、ね、じゃあお便り読んでいきます。ラジオネームマッキーあと長野、下野さん黒木さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。自分は初めて下野さんと握手したのが読売ランドの6番レーンだった程度のまだまだ新規な若輩者なのですが、サイコさんじゃない。下野は最初はシナモンと呼んでいたのにいつの間にか下野さんという呼び方に変わっていました。自分的にはすごくしっくりしているのですが、最近の下野さんは一期生としてはめちゃめちゃ妹感からのゆきちゃん呼び、後輩メンバーからも親しみを込めてのゆきちゃん呼びが増えてますよね。これはやはり親戚のおじさんからもゆきちゃんとお呼びした方がいいのでしょうか。以前呼び方について少しお話しされてたかもと思うのですが、今改めてどう思っているのか教えてください。長くなってすみません。これからもお二人体に気をつけて楽しい番組をよろしくお願いします。ありがとうございます。読売ランドの6番レーンやばくないですかサイコさんだよ本当に懐かしい、好き好きスキップの全国握手会ですかね。ありがとうございます。その時からそうですね、確かに下野ファンは本当に下野さん呼びが多いですシナモン呼びの方はねあんまりいない。最初はシナモンが多かったのかな私もちょっと分かんないですね、下野さん呼びが多くなったのは。うん、なんか握手会でも下野さんって呼ばれることが多いそうですね、でも確かに最近、そう最近はあのメンバー、あのゆきちゃん呼び大作戦を下野がしてて、いろんなメンバーにゆきちゃんって呼んでって言ってるので、それがねちょっとだんだん効いてきてゆきちゃん呼び後輩が増えてきましたけど、ゆきちゃん呼び誰だろう。あかりとかかな、ドラさんかな。ゴキはまあかもな。は下野さんです下野さんって言ってますシナモンさんかな、忘れたな。
でも5期生でも愛知がね一回ねメールにゆきちゃんって呼びたいですみたいな書いてくれてたんです。だからうん、そろそろ呼んでくんないかなって思ってるんですけど、全然下野さんですねいやいや私は思ってないです、まだ早いよなんていや本当に呼んでほしいし、なんかなんならゆきちゃんって呼ばないと振り向かないよぐらいに言ったんですけどね、ちょまだまだかな、まだ呼んでくれないみたいですね。呼んでほしいな。そうですね、うん、葵も最近ゆきちゃんになりましたなりつつ、機嫌がいい時はゆきちゃんって呼んでなっちゃんもそうだけどなんかちょっとなんか機嫌悪いってわけじゃないけど、ノーマルが下野で、機嫌いい時とかなんか下野をなんか使いたい時はゆきちゃんって呼んできますわかりやすいですよね。ゆきちゃんって呼ばれたら、あ、なんでしょうかっていう感じですけどね。そうだな、なんか呼び方は下野ほんとこだわりなくて、うん、全然ファンの方からはなんて呼ばれてもいいんですけど、ただメンバーは最近その何でしょうね、その下が下すぎるじゃないですか。6期生年齢も離れ、一番下の子と下野の年齢が離れてきたっていうのもあって、近い時の下野さんは別に良かったんですけど、めちゃめちゃ離れてる時の下野さんってもう先輩しすぎてませんってなんかちょっとあまりにも下野がちょっと大御所すぎんかみたいな感じがするので、ちょっとあー、下野さんメンバーからはちょっとゆきちゃん呼びされたいっていう距離感、名前からもね縮めてほしいっていう気持ち。シナモンさんかな、てか呼ばれよ、あんままだねお話こっちから話しかけることが多いから、あんまりね、まあ、シナモンさんとか下野さんって感じですかね。増やしたいですねゆきちゃん呼びを、うん、6期生まだちょっとむずいかな、うん、5期生呼んでくれるかなあー確かに呼ばせよゆきちゃんって呼んでって言ったらゆきちゃんって言いそうですよね警報会でね、まずちょっとゆきちゃん呼び浸透させますね。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームはちみつに溺れたアリ、あれ自由研究下野さん、黒木さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。先日の放送でワンピースの話題がありましたので、私からもワンピースを読むことをお勧めします。現在単行本で103巻まで出ていますので、確かに腰が重くなるのもわかりますが、しかし今読まないとこれからさらに増えていきますよ。確かに登場キャラクターもとても多いですが、各キャラクターに誕生日、好きな食べ物、嫌いな食べ物などがあったりするので、本編とは別にそういうのを、極めてみるのも面白いですよ。過去好き嫌いになった経緯が本編にちょっと書かれてたりすることがあるのです。お、無料で読める公式アプリもありますので、1日1話からでも読んでみてはいかがでしょうか。ご清聴ありがとうございましたありがとうございます。お、布教されてるな。ワンピース103巻まであるんですって。ジャンプ読んでるんですもんね、黒木さんは。あれ、あ、じゃあまだ103まで行ってないんですか。アプリで読んでんだ。公式アプリがあるんですか、ワンピース単体の。ジャンプの。そっか、いや103はちょっとなかなか腰重いっすよ。サクッと読めます。いやいや、布教されてる。360度から全てから布教されている。読んだ方がいいのかしら。3話で離脱しましたけど面白いですか。そう、あきちゃんからもまだそれは面白いとこまで行ってないからだよって言われました。いやー、うん、攻撃的にボンって跳ね上がるんですか、面白さが。そうか、まあ伏線がなんかすごいみたいなありますよね。読み進めるほどあの時のあれがこうなんだみたいな。だって今なんか結構最後に向かってますよね。あれ、今やってる映画は最後ではないんですか。あれは何ですか。あれはシャンクスっていうルフィの恩人に、
それ言っていいんですか？実は娘がいて、娘とルフィが幼馴染でっていうお話を今映画でやってるんですか？へえ。へえ。なんで？アプリあるならちょっと読みやすいかな。課金しなきゃダメですか？無料でいけます？あ、それならちょっとねいけるかもな。うん、どうします？次回のラジオで下野がワンピース読みましたよって言ってあれがこうなってるんですか？もうすごかったみたい。素直だから読んでる。確かに自分も今ちょっと公式アプリで無料なら読むんじゃねって思ってる自分がいます。そうですね。ちょっと次回までにお楽しみにという。どうなってますでしょうかっていうね。こんなに勧められるならちょっと一回読んでみるかっていうのは確かにありますわ。はい。それでは本日もよろしくお願いします。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、ゆるっとまったりおしゃべりしてます。あなたの耳の恋人になれるかも。毎週月曜日22時に HKT48 とっとっとチャンネルで配信中。私をタグ付けしてください。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、マイペースにしゃべってます。ここでしか聞けないことも話しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 とっとっとチャンネルで配信中。みんな集合。下野由紀のナイトトーキングルーティーン。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。プロフェッショナル〇〇の流儀。人は誰しも自分なりの流儀を持っているもの。このコーナーではリスナーの皆さんから下野が指定した内容の流儀を送ってもらう企画となっております。今回の流儀のテーマはスポーツ観戦の流儀です。それでは早速紹介していきましょう。ラジオネーム浜野赤ちょうちん。私はスポーツ観戦が好きで、野球、ラグビー、相撲、サッカー、バスケなどのメジャースポーツからバドミントン、ラクロス、カバディ、クリケットなど珍しいスポーツも全国つつうらうらで現地観戦したことがあります。特に初めて見るスポーツではその競技に詳しい人を連れて行って競技のルールや観戦マナーを聞きながら観戦して覚えていくのが好きです。知人に詳しい人がいない中で行った際には近くを見渡してクロートっぽい人に話しかけて、今のは何だったんですかなどと話を聞きながら観戦します。初めて会う人も優しく教えてくれるものです。スポーツ観戦は優しい世界です。わー素敵。いいっすね。初めて見るスポーツをてか、そのスポーツ見るの初めてなのがリアルっていうのがすごいいいですよね。しかもその現地での交流っていうね、そういうの好きですよ。なんか知らない人と仲良くなっちゃうみたいなあります。なんかテーマパークとか行ったりすると知らない人となんか普通に話してる自分いたりしません？旅好き。ね、一言目うざいですよ黒木さん。あの僕旅好きなんですけどって行った先の居酒屋さんね、一人で行って周りの人と大将と話す。そんなコミュ力あるんですね黒木さんって。すごい。営業だからね。そりゃそっか。コミュ力ないと無理か。すごい。カバディって何ですか？クリケット？
バドミントン、ラクロスは分かる。カバディって何ですか？ハンドボール。カバディ、カバディ言うのえ、楽しそうすぎるね、それは。こっちも言っていいのかな、カバディってダメダメダメなのかなダメかへえ。あ、シモの相撲見に行ってみたいんですよ。楽しそう。ちょっと中継映っちゃったりとかしません？いい席行ったりするとねそっか、確かにあんまスポーツ観戦っていう、なんだろう、習慣が下野になくていいですね。でもその場でね、やっぱ詳しい人と見に行くのも楽しいですしね。下野莉子ちゃんと見に行って楽しかったし、その場で教えてもらえるっていうのかね、その交流にもなるし、いいなぁ。いつか行ってみますね。なんかカバディって言ってるかもしれないですカバディ合ってる、どこでやってんだろうね。ちょっと調べていつか行きますわ。はい、ありがとうございました。次回は、後輩と仲良くなる時の流儀、仲良くなり方をね、女子ものも知りたいので教えてください。以上、プロフェッショナル〇〇の流儀でした。HKT48 の馬場彩香です。宮崎園です。タガーズのお部屋、普段の私たちの会話をぜひ聞きに来てください。皆さんのお便りも読みますよ。毎週水曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。みんな待ってるばい。48の石橋ゆぶきです。竹本くるみです。ゆぶくるの休み時間、今日の密着はゆぶきです。毎週木曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。ゆぶくるの休み時間を聞いて明日からも頑張りましょう。HKT48 の自動エネルです。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション、おしゃべりしてますよ。あなたのお便りも読んじゃいます。毎週金曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。 下野由紀のナイトトーキングルーティーン。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。本当に収録前は喋ることないよって言ってたんですよね。しかもリハしてきたし、下野今疲れてる段階なんです。だからもう喋れないよって、オープニング話すことないよって言って、しっかり21分、え、25分、びっくりした。しっかり話してましたね。なんならいつもより長いぐらい話してだって下野のラジオオープニングがオープニングじゃないでしょ。で、他の人の何なんですか？オープニング5分なんですか？ええそうなの？胃袋とかそうなの？あ、企画長くしてんの？あ、本当ですか？そうなんだ。企画、レネちゃんも企画長いんですか？そうなんだ。モカちゃんも？あ、モカち長いですよね。なんか一人だけなんか尺違うぞみたいな思いますもん。40分だとみたいな。あ、愛知はね、確かにちゃんとトーク持ってきそうだし。ちゃんと考えてきそうですよね。真面目、しっかりしてるしね。収録の時、収録待ってましたって言われるの？そんなにあるかね、喋ること。喋りたいんだ聞いてほしい、誰か私の話をと。あ、でもそれめっちゃわかります。ショールームとはちょっとまた違いますよね。でも下野、この間
あの2ヶ月ぶりぐらいにショールームしたんですよ。てか島野は結構前にやった記憶があって、まあ、ショールームしたし、なんかまだちょっと早いかなと思って、この間したら全然2ヶ月ぶりで、あれなんでと思ったんですよ。そしたらラジオしてるから、定期的にこう話してるから、なんか話してないってなることがなくて、あ、ショールーム私こんなしてないんやってなりました。そう、ラジオのせい。アイチー出さないでよ、アイチーの話を。そうだよ、アイチーがすごいんですよ。そう、まあ、まあ喋ることないとか言いながらやり始めたらやっぱ全然喋ることあるわってなりますね。うんうん、よかった。今日なんとかね2本メモって。よかった、ちゃんとショールームもしますね。番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また SNS でつぶやく際はハッシュタグしものトークでつぶやいてもらえたら嬉しいです。ハッシュタグ漢字のしもの、英語小文字の TALK でつぶやいてもらえたら嬉しいです。それではまた来週土曜日にお会いしましょう。